こんにちは。どうもどうもどうも、じゅんじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、釣り沢の方に来てました。今一ノ関だともね、いわゆる大東町ですね。出雲通り慣れた虹柄ね、見に様があって、今日はすり沢のね、駅の方さ、向かってみたいと思います。それにしてもまだ6月だずのにね、暑い日が続きますが、ほれ空見ればすっかりね、夏空で、ああこだえるね。そういえばこないだね、ニュース見てて、えば岩手県の人口が115万人を切ったとかってね。おりゃはすっかりずっと130万人のまんまだと思ってやったともね、伊豆の間にが115万人も切ったと。人口減少もそうだともね、こうやって古い町並みを走ってるとね、やっぱりこの空き家問題ずのもね、深刻だがね。やっぱり少子化対策のね、一極集中図のはね、解消してもらわねば困んがね。ほら、あの業種によってはね、田舎の方がね、いいと思うんだよね。これだけあのネットが発達してね。あとは核家族でなくね、大家族をね、優遇するとかね。まあ難しいが、自由な時間ね、縛られたくなくて結婚さねえのに、その上ね、姑だめだの、おらみてえなね、一歩ごつずうがいたら、はいと、つぎましたよ。ああ、いい雰囲気が出た、これ。いや、いいな。おりゃこういう風光明媚なね、スリサーのようなとこがいいな。つうことで、ここはね、スリサーの駅前だが、本当に駅前だべえか。どこの町さ行ってもそうだどもね、お祭りだの、盆踊りだのね、いい時もあったべえ、賑わってね。はいと、着きました。今日はここ、田川屋食堂さん。ね、ドラドラドラ。から行ってみましょう。それでは、アイドカン。さてと、じゃラーメン500円だと。いや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 、千円ずだいだが、味噌ラーメン600円、ね、カツ丼が700円だと。いやまあ、このセットで1000円ずのもいいかもすんねえな。迷うとこだども、すいません、ラーメンとカツ丼のセット、はい、おぐれんせー。はい、来ましたよ。ラーメンとカツ丼で1000円だが、なんだかもっさぎはねえな。普通ラーメンだけで1000円なんだが、いいかもりだな。こりゃまずげえねえべ。ほら、だらね、早速ラーメンからいただきまーす。なんちょだえ。うめえ。はあ、最高だでば。こりゃ笑すかねえな。はい、ということでね、行ってきました、すり沢の田川屋食堂さん。今回はね、ラーメンとカツ丼のセット1000円ね、いただきました。これね、最高、しみだしみだ。煮干し丼とりっこかな、このラーメン絶品だよ、絶品。最初はね、これ、ケーキかなと思ったとこね、ラーメンとカツ丼と交互にやっつけたらね、
あっという間にペロリンチョ。これ見て、この厚さ。これがね、まだ全然手抜きしてない。分厚いとんかつでね、甘さもしょっぱさもバッツグ。ほのうまかった。重さやねどもね、ここもね、秘密だな。みんな人さえ言っちゃダメだよ。ここはね、内緒、秘密の場所ね。秘密なんだけどね、程よい程度にね、食べに行ってほしいな。これマジうめえから。やっぱりね、オラが銅の世代になるとね、こういうのが染みるんですよね。20代30代の人は謎だかな。7、8割がハマっこったともね。40代50代、これはね、9割以上がね、ハマるね。60代以上の人はね、通おった。こちらの田川屋食堂さんはね、結構年配のお父さんがね、一人で頑張ってますからね、あんまり混むのもな、迷惑かけそうだ。素敵なお話でね、カウンターのとこにね、奥さんだこったがね、写真が飾ってありました。きっとご夫婦でね、昭和の時代からこの杉沢駅前でね、ずっと営業してきたんでね、べいがなと思ってね。隣にはね、すっかり雑木林みたいになっちゃった。とも田川屋石油さんつったかな、ガソリンスタンドなんかもね、昔はやってたんだね。そんな形跡もありました。まあ冒頭でも喋ったどもね、やっぱり地方地域がね、もう少しこう活気づいてね、人も増えていくようなね、何がいい考えやねえもんだがね。かたや世界に目向ければね、人口爆発でね、人が増え続けてるしね。まだ地球の裏側ではね、日本のおしんがね、流行ってるとかって。おしんを見て、日本人は我慢強いなって喋ってつども、なんのなんの、そんな稼ぎのような話。まだ話はそれ詰まった。まあ今日もね、そんなことを思いながら、この美味しいね、ラーメンとカツ丼でポンポコリンです。ということでね、今回は田川屋食堂さん紹介しました。ありがとうね、ごちそうさま。あの人どうしているかしら。てか、ほんならね、バイバイ。